皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは浦和店フロントの高橋くんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回も元気に改造車紹介したいと思います。はい、私改造車評論家になろうかと思います。はい、そのうち雑誌とか。そうですね、はい、改造車評論家っていうちょっと肩書きでやっていこうと思います。で、今回紹介する車がこちら、やってまいりました、223フルマンソリーということで、はいはい、オートサロンにもあのマンソリーのコンプリート、外装コンプリートを展示させていただいたんですけど、はい、あの今回ちょっとまた違った仕様で浦和店で製作したということで、はいはい、ちょっとその辺なんかを細かくご紹介させていけたらなと思います。はい、これちょっと今回いかつすぎないですか。ちょっともうとことんいかつい感じで、あのいいですか、はい、不良ですさっきもちょっと撮影前に言ってたんですけど、不良じゃないですか。ちょっとそうですね、まあまあ S クラスなんで、はい、ちょっとこういう仕様でもいいのかなっていう、ちょっといかつさ必要かなと思います。はいはい、あのさすがにこれめちゃくちゃおしゃれですねっていうと若干嘘つきになっちゃうんでやっぱりこのいかつさ、はい、ちょっと不良っぽさはやっぱりいいところだなと。はいはい、で今回そのエアロもそうなんですけど、いろんなそのブラックアウト、そうです、ね、これが結構効いてるかなと。はいはい、ちょっとまあエアロがカーボンなんで、ちょっとその辺をこう際立つような感じで、あのメッキは全部消してます。なるほど、はい。まあ、ベースの S500 が結構メッキパーツ多いんですよね。多いですね。このバンパーの先端もそうだし、グリルもそうだし、はい、まあ、ボンマスなんかもそうです。結構メッキ目立つんですよね。そうなんですよね。で、まあ、もちろんその普通っぽく仕上げるんだったらメッキ残した方が普通っぽいですけど、はい、やっぱりこう悪っぽくそうですねするんだったら消してあげるとだいぶ違うと。今回これは場所でちょっとブラックアウトの方法が異なるんですか。変えてます。あと色もちょっと場所で変えてます。これはちなみに、それはもうここのトリムがもともと黒なんで、うん、ちょっとそれに合わせて同色で。へえ。だとグリルなんかは、グリルもラッピングで、あ、これはラッピングなんだ。あとこの中もそうです、しっかりしてあると。はい、はい、でここはもともとそうです、グロスのブラックになってると、はい、そしてボンネットのマスコットなんかはこれはペイントで塗装で、はいはい、やってあると。でベンズマークはカーボンのマンソリーマークに交換してると、はい、こっちもマンソリーのあるんですけど、あ、そうなんだ。ちょっとボンネットマスコットじゃなくなっちゃうんで、うん、ベタっとしたやつになっちゃうんで、であとこっちは、カーボンじゃなくなっちゃうんですよね。普通の黒ベースのマンソリーみたいな。なるほど。なんで今回はそのまま黒くブラックアウトして、はいはい、そしてエアロもあの何種類かあるんですよね。あります、はい、でリップはオートサロンに展示させていただいた車両と同じタイプの、リップは1種類かな、はい、ですよね、はいはい、でここがなんか2パターンある。そうです、はい、一周囲っちゃうタイプと、あとここの L 字だけのタイプと、はい、あと中がこうデイライトありなしが選べるということ で、ね、はい、今回はこの L 字の方でデイライトもない方で、シンプルなはずなのにめちゃめちゃいかついですけどそしてデイライトもないですけど、はい、しっかりで、カーボンは一番定番のやつですね。そうですね。なるほど、はい、こんな感じで、まあ、真ん中に寄ってるおなじみのデザインで、本当にだからこれだけ曲線があるパーツでもよれちゃってるっていうのはまずないんで、はい、マンソリーの場合だと。横もこれ L 字よく見ると結構複雑な形状してるんですね。そうなんですよね。この表から見るとこの、はい、L 字だけだけど、こっちの後ろ側にダクトっぽいちょっと造形になってたりして、結構なちょっと複雑な形になってると、うん、だこれ純正と比べると全然前回り違うですね。全然違うっす。いかつすぎますさっき後ろを走ってたのをバックミラー見てこれやべえやつだなっていうちょっと完全に道譲るやつですね。ちょっと近寄りがたい感じの、はい、 ね、そんな前回りになってると、はい、これかっこいいっすね。ただブラックアウトするとあの今化粧板ついてるのにいいんですけど、ナンバーの目立ち度が 120% ぐらいになってるんですねナンバーつけないと怒られちゃうんで、そうですね、はい、ちょっと海外のナンバーなしがもうめちゃくちゃ似合う車になっちゃったと。 そしてあとは足元、はいはい、今回はもう外装全部ってことで、はい、ホイールもマンソリー、マンソリーですね。これ黒の設定があるんですね。黒の設定あります。オートサロンのやつはバイカラーの、はいはい、で後々あのお客様の好みでアメタンになってましたけれども、そうですね、はい、今回はもう外装マンソリー一筋ということで、はい、黒のこれ22インチ22インチです、はい、このデザインも
割とこういろんな車に似合うというか。そうですよね、222の時からありますけど合いますよね、うん、これ。でまたセダンにもよく似合う。そうなんですよね、うん、エアロなしでこれだけ履いても結構かっこいい。わかる、ま、めっちゃいかついんだよねそれも。そうなんですよ、ね、そしてセンターキャップは当然のあの回らないタイプ、ロースとかと回らないタイプ、はいはい、一緒のフローティングタイプ、はい、だからこれ撮影する時も合わせなくていいやつです。そうですね。これ合ってる。でこれあれなんですよね、あの専用の工具じゃないと外せないんですよね。そうです、あの、はい、吸盤みたいなやつで。そうですよね、引っこ抜くっていう、はい、なんかこじったはずとかっていうタイプじゃないんで。じゃないです、はいはい、ちょっとあのその辺で適当に対抗感とかできなくなっちゃいますけど、はいはい、まあ、その辺は裏当てにお任せいただければ。そうですね、はい、基本整備もメンテナンスも修理もできますんで、はい、こんな選択肢がついてると、はいはい、そしてタイヤの方はミシュラン、ミシュランですね、はい、25530221ということで、はい、そしてデズラもこれはスペーサー入ってる感じですか。フロントだけスペーサーが入ってます。なるほど、はい、バッツンバッツンになってると。バッツンバッツンで、はい、そして車高の方は、車高もちょっと低めで。ロアリングですか。ロアリングです、 IID の、はい、ロアリングが装着されて、ロアリングということは純正の機能も全部活かしたまま。そうですね、はい、ベースの車高が下がるだけなので、はい、上げるボタンも使えます。なるほど、こんな感じになってると。あとはキャリパーも今回、キャリパーも、はい、ペイントしてます。このタイプのホイールだとほとんど見えないですけど、ね、見えないんですけど、一応あのマンソリーのロゴも入れて、マンソリーのエンブレムと同じように黒ベースで、うん、まあ、白のロゴにしてます。ノーマル状態はソジですよね、確か。ソジのシルバー、はい、シルバーっぽいキャリパーですよね、ガンメタみたいな、はい、確かにちょっと見えちゃった時にがっかり感が出ちゃうんで、はい、まあ、しっかり今回も塗ってロゴ替えもしてあると、はいはい、だから足元もめちゃくちゃいかつい、はいはい、いかつい。そして横に回っていくとサイドステップが、はい、これがなんかあの車を購入するのにちょっと関わってるという。そうですね、はい、これはロング用の設定しかマンソリーないので、お客さん最初ショートをオーダーしてたんですけれども、途中でロングに変えましたと。え、サイドステップ設定ないの？じゃあサイドステップの設定があるロングにするわって。そうですね。しかもそれオーダー後に。そうですね、オーダー変更してロングにするという。う、ね、だこれもこの長さと、はい、この造形、やっぱりマンソリーかなり決まってるんじゃないでしょうか、はい、これ改めて見るとめちゃくちゃ長いね、やっぱりロングのサイドステップだと。やっぱりフロントとリアとあるんでサイドがやっぱりつかないと、うんうんうん、ちょっとバランスが結構どうでしょう、ブラバスより少し下がってるかな。車によってですけど、つい先日大阪店で撮影させていただいた22さんはあのショートでもちろんサイドがないんで、フロントリアだけだったんですけど全然バランス悪くなかったです。あ、ただマンソリーだとやっぱりちょっと下にも出てるんで、もしかしたらサイドがあった方がいいのかな、ね、あとここの反り立ってる、はい、あ、確かに確かに、はい、こっちにも立ってるしこっちにも出てるし、そうです、ね、まあ、ボリューム的にはあると非常にバランスがいいかなと、はい、でこの辺もあれですよね、そこもちょっとカーボン強調したかったんでそこは同色で塗ってます。もともとメッキですね。この先端がもともとメッキなんですよね。そうです、だ結構な範囲でメッキが本来だったら出るんですけど黒くしっかり仕上げてるんで、まあ、確かにカーボンだいぶ強調されますね。はい、なんてで一番後ろにマンソリーのエンブレムがで結構ブラックアウトしたりだとか、まあ、あとは人によってつけないなんていうパターンもありますけど今回はもうスタンダードにつけちゃいました、はいはい、つけたらと。まあ、この辺もちょっとさじ加減でいろいろやっていただいてもいいのかなと。そうですね、はい、あとやってまいりましたミラー、ミラー、はいはい、これもマンソリーの、マンソリー、はい、これも2種類あの形があって。あ、そうなんだ。そうです、もう1個がなんかこうなんていうんですか、ちょっとエアロっぽい感じの、これ純正ちょっとプラスアルファって感じですかね。そうですね、真ん中が出っ張ってるんですよ、はい、で端っこにマンソリーってこう入ってると。そしてあとは窓枠なんかもこれ黒くなってます。窓枠、ドアハンドルのメッキもラッピングですね。なるほど、いかつ、いかつメッキが残ってないですよ。そして後ろも同様に、はい、このフィンのタイプのホイールでサイズの方がちょっとサイズアップして295252022、もう22でなんかすごくバランスがいい。バランスいいですよね、うん、なんかタイヤ厚すぎる感じもしないし逆にこう薄すぎて貧弱な感じもしないし、はい、でデズラもリアはスペース入ってないですもんね。入ってないです、もうバッチリの、はいはい、デズラになっております。そしてリアもキャリペンして、あ、あります、マンソリーロゴが入ってるじゃないですか、はいはい、しっかりこの辺もやったりと。そしてあとはリアやってまいりました。スカートがついて、はい、ドランクスポイラーがついて、でこれも全部
マンソリーの、はい、中央によるデザインですね、はいはい、あとあれさ、はい、あルーフのここも、はい、じゃあ結構外装一通りついてる感じ。そうですね、はい、あえてついてないのがフェンダーのとこぐらい、フロントフェンダーとあとリアバンパーのサイド、リアのこれ、はい、まあ、スタンダードなそのフロントサイドリアとスポイラーは全部ついてる感じで、はい、でこれも真ん中がちょっとこう出っ張ってる、出っ張ってる感じの、はい、でちょっとこうダクテル風になってるんです。でこれも全部真ん中に集合してるんですね。でこっちも真ん中に集合してってると、そうですね。でこれ上はあれなんですね、こう寄ってって下はこう寄ってってるんですね。本当っすね、はい、だその辺ちょっとパーツの目の違いなんかもあったり、エンブレムもこうやって寄ってるんですよ。あそうなんだ、本当だ。だここでこっから上は別のこっちで、こっから下はこっちで、はい、これもなってると。であとマフラーの方もはい、はい、出口がマンソリーの方、はい、これセットですよね。セットです、はいはい、こんな感じで仕上がってると、はい、であとは基本的にはエンブレム取ったりとか、こんな感じでエンブレムは、S500 とフォーマチックっていうエンブレムは剥がしちゃいました。なるほど。で真ん中をマンソリーにして、であとこのモールがもしかしたらですか、ね、モールも、もともとメッキですね。なるほど、はい、であえてこのレンズ類は触ってないんですね。触ってないです、はい、確かにちょっとレンズ類触るとこう黒くなりすぎちゃったりとか、そうなんですよね。あとはちょっと若いっぽく、そうなんですよ、ね、なったりするんで、まあ、今回他もかなりブラックアウトしてますから、はい、まあ、バランスを考えて今回はレンズ類はそのまま仕上がってるみたいです、はい、じゃあ続いて内装、内装は基本的にノーマルです。触ってないです。特に触ってないってことなんですけど、はい、今回内装いいじゃないですか。これかっこいいですよね。かっこいいですね、黒いボディに。ちょっとコンプリート作るとき内装こだわるのもいいかもしれないですね。その新車オーダーのとき、はい、ちょっと奇抜な色にするとか、そうです、ね、はい、ちょっと渋い色にするとか。今回このブラウンの内装、はいはい、でマンソリー内装いろいろ触ったりもできるんですよね。できますね、まあ、フロアマットだったりとか、はいはい、ちょっとしたこともできると思いますので、はい、まあ、その辺なんかやっていただくとコンプリートカー感がちょっと高まるかなと、はい、こんな車になっております、はいはい、じゃあ最後になりますけれども、はい、めちゃめちゃ不良とかっていうそういう失礼な発言しましたけど、オーナーさんはすごく爽やかな方で、はい、そうですね、はい、あくまで車の話なんで、はい、ご了承くださいませ、はい、そしてマンソリー最近またいろいろ出してますよね、はい、もうごくごく最近だとついローマのフルマンが発表されたりとか、もうとんでもないのが出来上がってるんで、まあいろいろ結構デモカー見るといやド派手だななんていうのもあるけど、そうなんですよね、結構こうなんていうんですか、さじ加減変えるといや全然いいんじゃない。そうです、これもあんまりゴテゴテさせたくなかったんで、フェンダーのパーツとかはつけてないんで、そういうつけ方もどうしても本国のコンプリートが全部やってあるやつだから結構奇抜なの想像される方もいらっしゃいますけど、うす、ね、もうさじ加減でその辺はいくらでもできるんで、はい、まあ、ボンドショップ裏は高橋くんまでご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけでボンドチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。